ホレイショ・ゲイツ、ホレイショ・ロイド・ゲイツ、1727年、ごろから1806年4月10日は、アメリカ独立戦争中の大陸軍将軍。サラトガの戦いでの大陸軍の勝利に貢献したが、大敗を喫した、キャムデンの戦いではその責任が問われ非難されてもいる。ゲイツは、イングランドのエセックスにある、モールドンの町で、 ボルトン公爵の女主人の家政婦の息子として生まれた。母親のつてで政治家であり小説家でもあったホレス・ウォルポールが名付けとなった。1745年、イギリス軍の注意に任命された。彼はオーストリア継承戦争では第20不評連隊に加わりドイツで従軍した。1750年には第45不評連隊で大尉に昇進した。 ゲイツは1754年にその位を売却し、ニューヨーク植民地軍の退移植を購入した。フレンチ・インディアン戦争では、アメリカのエドワード・ブラドック将軍の下で従軍した。1755年、オハイオ渓谷の支配を狙い失敗に終わった、ブラドック遠征隊にも従った。この時の軍隊に従った者には、後にアメリカ独立戦争で指導者を務めたトマス・ゲージ。 チャールズ・リー、ダニエル・モーガン及びジョージ・ワシントンがいた。1762年には、少佐として第45不評連隊に復帰した。ゲイツは後に、西インド諸島への遠征に参加し、マルティニーク島の選挙にも加わっていた。1754年、ゲイツはエリザベス・フィリップスと結婚し、1758年には、一人息子ロバートが生まれた。 イギリス軍の中での昇進は金や人脈を必要としていたので、ゲイツの軍歴は滞りがちだった。彼は1769年に、少佐で退役し、アメリカに移民し、バージニア植民地の質素な農園に入った。1775年5月遅く、革命の方に接したゲイツは、マウントバーロンに駆けつけて、ジョージ・ワシントンに従軍を申し出た。 6月、大陸会議は大陸軍の組織化を始めた。ワシントンは総司令官の職を受け入れるときにゲイツを副官に指名するよう推薦した。6月17日、大陸会議はゲイツを大陸軍の順将と総務局長に任命した。ゲイツはアメリカ軍の初代総務局長と考えられている。ゲイツとチャールズ・リーは、 イギリス正規軍でそこそこの経験を積んでいたので、彼の以前の軍歴は、巣立ちしたばかりの軍隊にとって何者にも代え難いものだった。副官としてのゲイツは、軍隊の記録や命令の体系を作り、様々な植民地にいる部隊の標準化を手助けした。ゲイツの管理能力は優秀だったが、彼自身は野戦での指揮を望んだ。 1776年6月までに彼は少々に昇進し、ジョン・サリーバンに代わってカナダ方面軍の指揮官に指名された。指揮官としてのゲイツは副官の任務に比べるとはかばかしい成果が得られなかった。北部戦線では彼がその指揮に着く前にカナダ進攻作戦を放棄していた。北部方面軍での彼は結局フィリップ・スカイラー将軍の助手を務めたに、 過ぎなかった。トレントンの戦いの時にゲイツの部隊はワシントンの下にあったが、ゲイツ自身は参戦しなかった。ゲイツはいつも防衛作戦の主相者だったので、この時もワシントンとの議論で攻撃作戦よりもに撤退する方を主張した。ワシントンが彼の提言を却下した時、ゲイツは化病を使って野獣に参加しない言い訳にした。ゲイツは常に ワシントンではなく自分が大陸軍を指揮すべきであるという絵であり、この考えはニューイングランド戦出の大陸会議会議員の中で数人の浮遊で著名な層にも支持されていた。12月までにゲイツは大陸会議に自分を司令官に指名するよう活発な働きかけをった。しかし、ワシントンがトレントンとプリンストンで劇的な勝利を得るに及んで、 誰が指揮を取るべきかという議論に終止符が打たれた。ゲイツはニューヨークのスカイラーを手助けする命令を受け北に生かされた。1777年、スカイラーとアーサー・セント・クレアが大ンデロガトリデを失ったことで大陸会議が二人を非難し、8月4日、北部で長くて退屈な任務を続けていたゲイツに北部方面軍の指揮官を任せることになった。 ゲイツは8月19日に北部方面軍指揮官に着任したが、これはサラトガの戦いで、ジョン・バーゴインの侵略を阻止するせいにその時に間に合ったことになった。ゲイツと彼の支持者は、バーゴインの降伏と戦勝の功績はゲイツにあるとしたが、実際の戦闘は、野戦の指揮官であったベネディクト・アーノルド、エノック・プア、ベンジャミン・リンカーンやダニエル・モーガンによって行われたものだった。 ベニントンの戦いで、ジョン・スタークが、かなりの数のイギリス軍を破った。スターク軍は900名以上のイギリス軍病を殺害、または捕虜としたことも、サラトガの勝利の重要な要因だった。アメリカ合衆国議会議事堂のロタンダーにかけられている、ジョン・パランブル描く絵画、バーゴイン将軍の降伏では、ゲイツ中央に立って目立っている。ベニントン スタンウィックス取り及びサラトガでのイギリス軍に対する戦勝に対して大陸会議決議でゲイツに名誉勲章が送られたこの勲章の鐘と銅のレプリカが欠出した軍港を認定した時に総務局長の司令部連帯協会によって現在も与えられているこの時期ジョージ・ワシントンが大陸軍の主力にあって目立った成果を挙げていなかったのでゲイツは サラトガの勝利を政治的に最大限に利用しようとした。ゲイツは上官であるワシントンではなく、大陸会議に直接報告書を送ることで、ワシントンを侮辱した。ゲイツの友人とニューイングランドの大議員による強い要請で、大陸会議はゲイツを戦争委員会の議長に指名した。このポストはゲイツが野戦式を取りながらであったので、前例のない論争を呼ぶことになった。再び、 ゲイツと大陸会議の彼の友人の働きかけにより、大陸会議はワシントンの総司令官の任務をゲイツに置き換えることを考えていた。この時コンウェイ陰謀が露見し、政治的な工作は終わりを告げた。ゲイツは戦争委員会を辞任し、1778年11月、東部方面軍の指揮官に移動した。1780年5月、 サウスカロライナのチャールストン陥落と南部方面軍のベンジャミン・リンカーン軍の降伏の知らせが大陸会議に届いた。5月7日、大陸会議は投票によりゲイツを南部方面軍の指揮官に指名した。彼はこの知らせを現在のウェストバージニアのシェパーズタウン近くにある自宅で受け取った。ゲイツは1780年7月25日、 ノースカロライナ植民地のディープ川近くにいた残存南部方面軍の指揮のために南に向かった。ゲイツは大陸軍の南部方面軍とそこの民兵を指揮して、まず8月16日キャムデンの戦いでチャールズ・コーン・ウォリス指揮するイギリス軍と戦い、完璧に打ち破られた。この作戦で、 ゲイツが唯一なしえたことといえば、馬の背で三日間北へ向かって百七十マイルを逃げおせたことだけだった。ゲイツはひどく落胆したが、10月に彼の息子ロバートが戦死したことで追い打ちをかけられた。12月3日、ナサニエルグリーンがゲイツの後任となり、ゲイツはバージニアの家に戻った。キャムデンの改装のために、大陸会にはゲイツを尋問委員会。 現在の軍法会議にかけ、その時のゲイツの行動を調べることになった。1780年7月、ゲイツはコネチカット植民地の南部でロイヤリストとの小さな戦闘に関わった。その地域はアメリカでも繊維貿易の中心であり、イギリスが主要な輸出市場にしていた。この戦闘で損失は何も報告されていないが、ロイヤリストの家畜が殺され、イギリス軍にとって、 重要な食料供給源が断たれた。他の士官に対する軍法会議を支持する者、特に先例、例えばアーノルドとの比較をする者の常として、ゲイツはキャムデンの戦いでの行動を急乱する尋問委員会に激しく反論した。ゲイツは再び野戦で指揮を取ることはなかったが、ニューイングランドの支持者たちが彼に救いの手を差し伸べ、1782年に大陸会議は、 キャムデン三次の追求をすることをやめた。ゲイツはニューバーグのワシントンの下で参謀として復帰した。1783年のニューバーグ陰謀ではゲイツも加担していたという噂もあった。ゲイツはこのことを認めたかもしれないが、未だに真相は不明である。ゲイツの妻エリザベスが1783年の夏に死んだ。ゲイツは1784年に退役し、 バージニアの家に戻った。彼はそこで、バージニアシンシナティ教会、元大陸軍主官の組織の副会長を務め、人生の再構築を図った。彼は、リチャード・モント・ゴメリー将軍の未亡人に結婚を申し出たが拒絶された。1786年、ゲイツは裕福な未亡人、メアリーバレンスと再婚した。メアリーはリバプールの出身であり、その姉妹や、 バーソロミューブース牧師と共に1773年に植民地にわたってメリーランド植民地で男子の寄宿学校を運営していた。ゲイツは友人のジョン・アダムズの勧めに従いバージニアの所有地を売り払い奴隷を解放した。年老いた夫婦はマンハッタン島の農園に移った。ゲイツはトーマス・ジェファーソンが 大統領選挙に出た時これを支持し、そのために長年続いたジョン・アダムズとの友情が終わった。ゲイツ夫婦はニューヨークの社交界で活動を続け、1800年にはニューヨーク州議会の議員を一気務めた。ゲイツは1806年4月10日に死んだ。ウォールストリートのトリニティ教会墓地に埋葬された。ただし、その保守は不明のままである。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。